はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は画面にですね、イージーキーズ2とイージードラマー3が入っています。もちろん2つのトゥーントラック社のソフトがあるということは連携をするんだろうということがわかると思うんですけれども、この連携ですね、今まで僕の頭の中ではピアノのフレーズをイージードラマー3のバンドメイトに持っていく、大体はですね、皆さんそんな風に考えるんではないでしょうか。でもアイデアがノーアイデアという時はですね、その逆、これをすることでアイデアが無限に広がっていく、そんなお話をしたいと思います。そして今日はその本題に入る前に、皆さんもご存知かと思いますけれども、僕は音楽のプロ活動をする前はですね、コンピューターのプログラムの会社を経営していました。ですから今もチャット GPT ができてから急速にですね、音楽で使える便利なソフトウェアを作ったりしています。大きくはコードやメロディーをチャット GPT と一緒に作るソフトや、動画を作るときに歌詞の字幕のタイミングをバッチリ合わすようなソフトウェア、これをですね、無料で公開しています。ぜひとも概要欄から見ていただいて使っていただくと、特にミュージックビデオに歌詞を入れ込む、このソフトは便利で、そして時短につながりますので、ぜひ使ってほしいんですが、そんな僕ですから、他の解説 YouTuber さんが言わないようなヒントを皆さんにお伝えします。今までのイージードラマーとかにはなかったんですけれども、今回のイージーキーズ2、これにはですね、いろんな先進的な技術が組み込まれましたので、イージーキーのセッティングのアドバンスというところを覗いてほしいんですね。ここに CPU のコアをいくつ使うかというのがあるんです。初期値はこのように1になってると思います。これをですね、まあ自分の使うソフトとか、それにもよるんですけれども、例えばコアを4つ使うというふうにやればですね、Easy Keys の方がとっても軽快に動いたり、そういうことになりますので、皆さんもここを見ていただいてですね、そしていろいろ試していただいて、自分の環境に一番いいセッティングをやってですね、軽快に使ってほしい。今日の本題に入る前にこんなお話をさせていただきました。では本題に入ります。このようにイージードラマー3のグルーヴを出しておきます。そしてイージーキーズ2、これの方はバンドメイトの画面にしておきます。まだアイデアがほとんどなく、ゼロからスタートの場合、音楽でバンド活動をしている人なら案外この感覚分かっていただけると思うんですけれども、いわゆるドラムのビートをどんな形のノリにしていくか、このノリっていうやつですね、ツタツタンツタツタンタンタンってこういくのかですね、ツタ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 ツッ、こういう風なものに行くか、まあそこのアイデアからスタートしようというわけです。例えばこういう激しいのありますよね。そしてもうちょっとおとなしいの、はい、ちょっとシャッフルしてますね。こういう感じのものがあるとします。あえてこのシャッフルからやってみましょう。このグルーヴをこちらに放り込みます。そうしますと、このシャッフルのリズムに合ったピアノ、これを選択してくれるわけですね。そしてできるならこの Easy Keys の縦を長めに取りましょう。この領域が多く欲しいんです。ですから下のトラックは少なめでも大丈夫です。なるべくここを多くしておいてください。聞いてみましょう。いいですね。それでです、ここにコードがありますよね。これがいいんです。例えばここに出てるのはこれにほぼほぼ合うスタイルです。ですからこれを押しますとコード進行がこのように出ます。
いろんなコードが入ってますよね。じゃあこれで聞いてみましょう。これもう出来上がってるじゃないですか。どん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 やってみましょう。なるべくちょっとコードの多いのを見せますね。今説明のためにこうやってですね、1回ずつ止めていますが、そんなことする必要はありません。もうどん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 イメージを膨らませてください。この繰り返しです。こちらをですね、ちょっと派手めのこんなグルーヴを聞いておきます。ドラッグ。そしていいグルーヴを探してくれます。ベストマッチというのがこの初めに選んでくれたものですので、これを聞いてみましょう。こうしましてですね、これのさらに便利な使い方、これですね、ここにドラムのグルーヴを入れてきましたが、このようにベーシックドラム以外にですね、エレクトロニックというのがあるんです。ここでですね、ちょっと感じを変えることができます。聞いてみましょう。さらにですね、ここは今何も選んでおりませんが、ジャンルというところを押すとジャンルを選択できます。このビートに合ってないといけないんですけれども、例えばファンクを選んだらここでサーチが変わります。ですからはい、例えばこのように小さめありますね。そういう時はベロシティを上げてください。自分の思うイメージで聞きましょう。この選択はプレイスタイルでも選べます。僕はまだ追加のミディグルーヴなどを入れていませんのでスタンダードなんですけれども、あとはタイプ、ここでソフトやミディアムというのがあります。ちょっとやってみましょう。皆さん、ここまで聞いてどうですか？僕がイメージが湧く、そして今日のサムネイルですね、アイデアを探るならとこう書いてましたよね。この辺まで聞いてですね、僕の言いたかったこと体で掴んでいただけましたでしょうか。よく見てください。このボタンありますよね。このボタンはこれで次のグルーヴを選択するとします。さっき言いましたように、このようにコードが変わるんですね。でもこれをチェックを外しておきます。そうするとコードが変わらなくなります。はい、もう一回やります。これでオートにします。はい、コード変わりましたよね。そして次
やったらコード変わります。また変わります。そしてこのコードが気に入ったと思ったらこのチェックを外してください。そうすると他の時でもこのようにコードはそのままでできるんです。これでだいたい自分がこれだというのが決まってきますよね。そうしましたらあとは手数の問題とかを特に調整してください。ちょっと手数を変えてみてください。オクターブも変えてみてください。そしてスイングのノリもここでですね、オートとか強制的に4分の1にすることもできます。こういうところを細かくチェックをしまして、それが出来上がった時点で今オレンジになっているグルーブを下に引っ張ってきてください。これで確定です。ここから発展させてコード進行を変えていく、そういうようなこともできますし、もうダイレクトにトラックに持っていく、これも一つです。はい、皆さんどうでしたでしょうか。 Easy Drummer 3、そして Easy Keys、この2つをうまく連携しました。例えば他のソフトであってもこのようにグルーブのあるものであったらバンドメイトに引っ張ってきてですね、どんなソフトででもできるわけです。ですから必ず Easy Drummer 3を持っている必要はありません。聞いてみましょう。ぜひとも皆さんの持っている素敵なグルーヴを Easy Keys 2にドラッグ&ドロップしてですね、そこからアイデアを広げてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。